江東区の東京ビッグサイトで中小企業をテーマとした国内最大級の展示会が3日間にわたって開催されました。会場には独自の技術や珍しい商材を持つ企業がコロナの影響からの回復、そしてさらなる発展を目指し集結しました。日本企業の 99.7% を占めるという中小企業、そのうちのおよそ7割を組織する団体が開催したこの展示会には、電子部品やサービス、食品、医療といったさまざまな分野の企業およそ560社が全国から集まりました。こちらは顔認識機能付きのマネキンとなっていて、目に内蔵されたカメラによってさまざまな情報を読み取るシステムとなっています。新宿区の企業が開発したこの製品は、カメラに映し出されている人物の年齢や性別、表情などを AI が判別し情報収集するものです。店舗マーケティングに生かす狙いで、どの商品がどんな客層に人気かなどを判断できるということです。展示の中には新たなコミュニケーションの形も。こちらのぬいぐるみとこちらのぬいぐるみはオンラインでつながっていまして、触ってみるとこのように双方向でコミュニケーションが取れるシステムとなっているんです。加えた力や触った感触がインターネットを介して伝わる仕組みとなっていて、離れた場所で暮らす大切な人とのコミュニケーションツールとして活用してもらいたいと港区の企業が開発しました。中小企業のキラリと光る匠の技によって実現された製品の数々。しかし出展企業からは切実な思いも聞かれました。コロナ禍の影響というのはいかがでしょうか。もちろん、多くの事業者様苦しい時期過ごされたと思います。当然我々も、その影響はありました。ただ、今コロナが明けつつあるという状況に向けて、もうできることをやっていこうという思いで、頑張ってきたというところです。はい、コロナの後あたりからだいぶいろんなものが、かなり影響としては受けてますね。はい、新しいお客様を探していかなきゃいけないのかなという中で、いろいろ見ていただいて新しい仕事につなげていければというふうには考えています。日本全体の 99% を占めるという中小企業、コロナで大きな影響を受けましたが、今も円安や物価高、そして人材確保などの課題が山積しています。こちらは全国のおよそ2600の中小企業に聞いた景況調査の結果です。景気が好転したとする割合から悪化したとする割合を差し引いた値をグラフ化しました。V 字になっていますが、新型コロナの流行によって大きく落ち込んでいる、つまり景気が悪化したという結果が見て取れます。そしてそこから右肩上がりとなってはいるものの、物価高騰などの影響もありまして、赤と緑の線の景況と収益状況は現在も大きくマイナスの値となっていて、景気は悪化していると答える中小企業が多い形となっています。主催者は展示会を通して新たなビジネスチャンス、ビジネスマッチングが広がることを期待していまして、日本を支える中小企業がさらなる発展を遂げ、円安や物価高などこの厳しい状況を乗り越えてほしいと話していました。